物の反応、あとは君たちが。うん、今なら私たちが。アースガイドから報告です。地球でもあの人の反応は見つからないとのことです。そう、オペレーターから緊急通信。これ望遠画像。宇宙が歪んでる。これブラックホール。そう珍しいものでもないですけど。突如発生したとか、そんなことあるわけないですよ。恒星の重力崩壊じゃない。中間質量型も観測値が否定。しかも拡張速度がおかしいです。このままのペースで広がっていったらすぐに宇宙全部が飲み込まれちゃう。こんなブラックホールありえない。どうなってるんですかこれ。これあの人の失踪と関係あるのかな。タイミング的に無関係とも思えません。合わせて調査を進めてみます。待たせたね、二人とも。そのブラックホールについて情報は共有済みか。説明の手間が省けて助かるよ。二つ報告がある。まずはいい報告から。反応が見つかった。本当？じゃあ早く助けに行かないと。落ち着くんだマトイ。続けて悪い報告。反応があった場所はそのブラックホールの中心だ。唯一の絶対静止座標系、宇宙の原点、かつて惑星シオンがあった場所。そこにガーディアンはいる。動きを止めろ。手間取らせやがって。だが鬼ごっこもここまでだ。生死問わずと聞いている。やれ。あ、は
まり甘く見ないでください。これでも多少の心得はあります。チッ、腐っても王族か。だが侮ってんのはお互い様だろう、お姫様よ。召喚人、魔術師が追ってだなんて。だてめえは。まあいい、邪魔するってんならまとめてぶっ殺すだけだ。まだエフィメラを。気をつけてください、敵が来ます。いやー、たまんねえな。やっぱ最高だぜこれは。よ、オラオラ召喚獣ども、あのクソ生意気な奴らをさっさと潰してこい。こうなってしまった以上、かの敵を打ち破るしか道はありません。ご協力お願いできますか。緊急警報発令。惑星リリーパにおいてダークバチェラーフェニックスの反応を確認。アークス各員は出撃の準備を。邪魔しないで。無駄なことをするのに。気づいても、もう遅いわ。無駄なことをするのに。改めまして、ご助力感謝いたします。兄様との合流を焦るあまり、探索網への意識がおろそかでした。お名前聞かせていただけますか。あなたは命の恩人です。大げさなんてことはありません。私は命を狙われています、この国の王から。どうか名乗らせてください。私の名は。そこまでだよ、記録の迷いもさ。元の世界にビューンと戻ろう。どうされましたか。消えた。そんな、あの方は一体。まったく君はいつの唐突だ。でも無事でよかったよ。一体何があったのか教えてくれるかい。そう言われても困っちゃうと思うよ。ごめんね、変なタイミングで戻しちゃって。私も焦ってたからつい。君はどうやってここに入った。どうもこうもスススーッと来てスーッと入っただけだよ。あ、もしかして秘密の会話中。ごめん、部屋に入る前にはちゃんとノックしないと。だよね。ダメだな、ずっと一人だったからかな。常識ストーンと抜けちゃってるみたい。店員反応なし。アークスではないけど、この反応はフォトンのみによる身体構成。でもダーカーじゃない。
あなたの知り合い？あれ？なんだかみんな健脳だね。君は一体何者だ？あ、そっか、私が誰かわからないからか。ごめんごめん、それも抜けてた。私はアルマ、初代のクラリス・クレイスって言った方がスパッとわかる？でも今の私はアルマだから、アルマって呼んでくれると嬉しいかな。初代クラリス・クレイス、彼女は死んだはずだ。私の肉体はとっくにないよ。今だってこれフォトンだけだし。多分知ってると思うけど、人だった時の私の体はルーサーに壊されちゃったけど、私の心は、フォトンは消えずにアカシックレコードとずっと一緒にあった。わかりやすく言うなら、死んだ後アカシックレコードの精霊になったってところかな。ヨタ話？ヨタ話か。どうやったら信じてもらえるかな。あ、そうだ。じゃあ一つちょっと私の得意技を見せるね。よーく見ててよ。3、2、1、はい。あ、いつの間に、転移じゃないですよ。今の感じ、私たちは知ってる。ルーサーが使ってた時間を操作するテクニック？そう、私のことをいじくり回してなんとかこれだけ真似してたみたい。ちなみに今のこれのことをテクニックって言うとスー君怒るよ。これはマジックだ、ふざけんなって。ヒー君やリーちゃんは何をやってるのかちっともわからんっていっつも首をひねってたな。あ、そうだ、キー君やリーちゃんまだいるでしょ。2人なら私のことがわかるよ。キー君、リーちゃん、どなたのことでしょう。レギアス君とマリアちゃんだよ。まだ元気なんだよね。本人が聞いたら悶絶しそうなあだ名だね。わかる？いっつもやめろやめろって言われてたよ。二人とも今は任務中で不在にしている。しばらくは会えないよ。そっか、残念。って、会ってもダメだ！二人ともシオンとつながりないから私のこと見えないじゃん。シオンさんのこと知ってるんですか？もちろん、私ずっと一緒にいたからね。シャオ君のことも知ってるよ。シオンとつながりがないと君のことが見えない。僕たちのところに来た理由はそれか。アカシックレコードの精霊。うん、今のこの状況だと私を認識できるのはあなたたちだけ。そして今起きているあれに立ち向かえるのもあなたたちだけ。いきなり信用しろって言われても難しいのは私にもわかる。私にわかることは何でも話す。だから考えてみてほしいな。